では9月号の近代史文書の解説を始めます。よろしくお願いします。今月の近史の課題は半節2行だとちょっと文字数の少ない、文章になると思うんですけれども、この文字の造形であったりだとか字と字の間隔を広くとってゆったりとした雰囲気を出したりだとかで余白が、綺麗に見えるように明るい作品になるような形で書いていければいいんじゃないかなと思います。使用している筆は羊毛の柔らかい筆で先に結構ボリュームがある先寄せの筆を使っています。そうすると線質もこう変化に富んだ柔らかい雰囲気になると思います。こういった静か、はじめに、静かっていう感じが来るんですけれども、例えばこういったところの、造形的な変化としても、この辺の方の青の部分で結構横の動きを強くしたので、作りの方はちょっとこうあんまり横の振りを少なくしていくような動きっていうので、辺と作りでこう変化をつけていくっていうのも一つ効果的なものになってくると思います。少しちょっと真ん中大きくなりすぎてしまったんですけれども、かすれた中にもしっかりと墨をつけた太い線が入っていないと明るいというよりは白っぽいだけの作品になってしまうので、黒くするべきところはしっかり黒くして、明るい作品を作っていってみてください。